2級戦闘準備。目標 B3 エリア第12号緊急プランを執行します。便利だねこれ。これをオットーに渡したなんて理解に苦しむ。いや、記憶が多すぎるからこういう細かなことは放置していい。余裕ができたらまたゆっくりとこの5万年の過去を消化するよ。としては十分だ。天命とオットーさえ存在しなければこんなに厄介にならなかったし、この世界ももっと平和だったはず。あのバルキリーたちがかわいそう。よく考えれば彼女たちは結局オットーの駒でしかなかった。うまくコントロールできた。檻といくつかの建物だけ壊して。あ、くそ。うまくコントロールできてなかったのか。誰だって全てを考慮できないでしょう。誰も。あのメイ博士だって。彼女だって多くの人々を犠牲にした。そうでしょ？勝利と正義には犠牲が必要だ。もういい。自分に言い聞かせても仕方ない。とりあえず早く空港を出ないと。まだわからない。世界は広いしどこにでも行けるけど特に行きたい場所はない。旧友たちに会いに行くかもしれない。私が生きてると知ったらきっと驚くでしょう。崩壊はまだ消えていない。のんびりできる日々もそう多くはない。しかし今は出たとこ勝負かな。祝杯の準備をしてください。誰も気づいていない。これは本当に便利だ。おや、都政の羽は人工知能には効かない。私って優しいんだね。今回は文句ないでしょ。全員見逃したし誰一人殺してない。その優しさをもう少し早く覚えてほしかったよ。
やあ。まあ、あなたみたいなやつがそう簡単に死ぬわけないか。ああ、僕は確かに死んだよ。ただ、予備用の体は別の場所にあってね。ならもう一度殺せばいい。天命を半分壊してもあなたを殺せないなら、次は全部壊せばいい。待った。まさか怖いの？私を撃った時、今日のような日が来るとは思ってもいなかった？君は悪い人ではない。それをあなたが言うんだ。もちろん私は悪い人ではない。天に代わって正しいことをするまでだ。ならば話し合おうではないか。あなたに話すことはない。確かに僕は君を殺した。それは僕の罪だと認めよう。さっき君が復讐しようとした時、僕は抵抗しなかった。これでお愛子だ。何を言うかと思えば、お愛子？私はあなたの体を一体壊しただけで、あなた自身は無事だ。それがお愛子だって？その体を全部壊し、復活したくてもできなくするまで私の気は済まないんだ。君だって無事に僕の前に現れたじゃないか。なんだと？僕が君を殺して、君も僕を殺した。そして二人とも復活した。それに僕が君の体を治さなかったら、君は復活できなかった。そうだろう？それを言うなら、僕は復讐の相手ではなく、君の恩人だよ。あなた、それは。君が天命でしたことは十分じゃないか。ここは僕のような悪人ばかりではない。君と戦ったデュランダルや、崩壊を倒そうとするヴァルキリー、彼女たちを犠牲にするべきではないだろう。どこに行くんだい？あなたには関係ない。一つ君にアドバイスをしよう。アドバイス？あなたのアドバイスはいらない。友よ、せっかく知り合ったんだ。僕はこの世界で君を最も理解する者の一人だよ。君は迷ってる。そうだろう？目覚めたばかりの君はまだ自分のことをよく分かっていないし、その立場にも慣れていない。君には君をよく知り、よく理解するものが必要だ。その人に進む方向を正してもらい、目標を見つけてもらうんだ。あなた、私と一緒に行きたいのか？まさか。過去の君のことだよ。君は死ぬ直前、都政の羽を一枚残した。僕はそれがどこにあるのか分かっている。その所有者はちょうど君の知り合いだ。ケビン・カスラナが持ってるよ。オットーは騙してない。確かに傷を全部治してくれた。
今の私はたとえケビンが相手でも、いや、何を考えてる？勝つに決まってる。よく考えたら、昔は一度も彼に勝てなかったけど、私たちは互いに一度も本気を出さなかった。崩壊エネルギーの適応性は彼の方が上だけど、戦闘技術だと私の方が有利だ。天下制裁には負けたが、もし都政の羽を使えば、勝敗はわからない。うるさい、そんなのわかってる。盗む？あれは私が彼に残したもの。返してもらっただけだ。私は都政の羽の持ち主。あの羽は私を見てすぐ私の言うことを聞いたじゃないか。意識のある生き物にこれを解決する方法はない。試しでオットーから記憶をコピーしたけど、彼は全く気づかなかった。ケビンに同じ手を使えば、もしかしたら彼は天下制裁を手に取るチャンスすらないかもしれない。そうだ。私はケビンにも羽を残したのかな？いやだ、めんどくさい。どうせすぐに答えがわかるし、探す必要もない。これは千載一遇の機会だ。天命統制の失敗による余波は未だに消えていないにもかかわらず、カースラナの小娘がまた醜聞を広めたとは。千年の歴史の中で御三家がこれほど窮地に陥ったことはない。そして古城議会がこれを見逃すこともない。カスラナ家を失脚させるのは始まりに過ぎない。貴族らはこのことについて大いに騒ぎ立てるだろう。奴らの目的は御三家を取り壊し、我々の持っている権力を無理やり議会に譲らせることだ。それは許されぬことだ。カレン・カスラナは死なねばならぬ。
私はもう年を取った。歳を取れば人は判断が鈍り、知らぬうちに大きな間違いを犯す。遠征の惨敗は私への警告だったにもかかわらず、私は戸惑った。撤退を選ばなかったがために弱みを握られてしまった。こたびの御三家の弾劾の責任は私にある。カスラナの処刑後、私は古城議会の望む通りに引退を宣言し、奴らの不意をつく。だが一つ問題がある。天命主教の座を誰に継がせるのか。理想の継承者はすでに死んだ。フェルディナンドさえ生きていれば、統制の失敗の影響もここまで大きくなかった。ファビアン、私の二番目の息子は外面ばかり威勢のいいカスラナのような人間だ。そしてお前は夫を。私がお前に無関心なのは、お前を見くびっているからだと思うか。いや、とにかくお前も私の息子だ。子供の中ではお前が一番複雑だ。母サブリナ譲りの聡明さを持ち、私から策略を学び、そしてお前の凶悪さは祖父であるフランクにそっくりだ。他人はお前を軟弱で無能だと言うが、そうではない。お前が国士病で立てた手柄が
お前の能力を証明している。だがはっきり言おう、お前は天命の大司教になるにはまだ不十分だ。私はこの座を フェルディナンドの長男マサイルに譲る。あの子はまだ16歳だが、石のように固い心を持ち、物事を冷静に処理できる能力もある。私とお前の母、そしてファビアンとリサは引退する。結果、古城議会は我々が権力を手放したと思うだろう。マサイルが言う通りに動く坊ちゃんではなく、おじしであると気づいた時にはもう手遅れだ。母も私もこれが最善の策であると思っている。ただ一点を除いては、その予想外の点こそお前がここにいる理由だ。今から言う条件をよく聞け。それは天命と御三家の最大の災いの種だ。昔と違い、カスラナはもはや我々の確固たる盟友ではない。もしフランシスが生きていれば、きっと自分の娘がこのようなことになるのを許さなかっただろう。古城議会も図に乗るような状況にはならなかったはずだ。だがこの世にもしもなど存在しない。
フランシスはすでに死に、その優秀な子供たちも疫病や遠征中に倒れ、後を継ぐ者もおらぬ。当主のルカに兄のような才能はない。あれは犬のようにのたれ死ぬ運命だ。カスラナ、三つ目の伝統的な家系、それを我々の手中に入れなければ必ず天命の致命的な急所となる。息子よ、お前に対価として提示するものはお前が決して断れないものだ。カレン・カスラナの命だ。そして私の要求もお前には断る理由のないものだ。カスラナと結婚をしろ。どんな手段を使ってでも構わん。ヤツとお前の婚約を遂行するのだ。見返りとしてカレンの命を保証し、当主の座もお前に譲ろう。そしてルカも代わりに始末してやろう。簡単だろう。
ケビンのやつ、なんでこんな場所にいるのかな。あれ？地下に人がたくさんいる。おかしい。ここの意識にはみんな活気がなく、感情を感じない。反応が強いのは、二つ。いや、三つ。違う。増えた。うるさい。操れないよ。壊すしかないね。防衛戦力は結構強かった。もちろん少しも怪我してないでしょ。こういうおもちゃは数えきれないほど壊した。一応相手とは何年も戦友だったのだから。気が変わった。潜入はつまらない。正々堂々と中に入ることにした。今の彼は組織のリーダー、孫守でしょ。私が彼に会いに行ったら私の方が下じゃない。向こうから会いに来てもらう。誰だ？見回りロボットは全部こいつにやられた。おい、拡大してみせろ。ふお。いや、彼女は死んだはずだ。こいつは何なんだ。またオットーの仕業だな。同盟はどうした。あいつ、いい加減にしてくれないか。天命本部につないでくれ、早く。受信機能あるんでしょ。もしもし、もしもし、まあいい、覚悟してて。すでに天命をめちゃくちゃにした。次はあなたたちの番だ。は？ケビン、会いに来なさい。総員に知らせろ。一級戦闘準備だ。私が指揮をする。この手で奴を殺してやる。それと、絶対にこのようなことで孫守の邪魔をしてはならない。気のせいかな。
それともこういう場所はみんな同じ？各員注意、ジャッカル侵入者は B2 層7号通路付近にいる。飛行3体はすぐに迎撃に向かえ。殺しても構わない。このジャッカル偉そうな口ぶり。侵入者は5号と7号通路の境にいる。1体と4体奴を包囲しろ。螺旋エリアに追い詰めるんだ。うるさいな。戦術を放送で伝えるなんてバカなの？怖いのか？怖いなら投降しろ。苦しまずに死なせてやる。聞こえてるんだ。基地のことは全てこのジャッカルの耳に入るようになっている。ヨルムンガンドを挑発するなんて生きて帰れると思うな。隠れているくせに大口を叩くことだけは得意だ。あいつを包囲しろと言っているだろう。早くかかれ。また少しも学ばないんだね。こんなもので私を倒せるわけがない。来るのにお金はいらないの？それとも。うるさい。これは戦術だ。戦術がどうしたの？すぐに分からせてやる。そこで待ってろ。電磁ネット展開。私は飛べるの。電流を使えば私を麻痺させられると思った？調子に乗るのもそこまでだ。電子レンジは使ったことある？ん？ローストチキンは食べたことある？この電磁オーブンの中でいつまで飛べるのか見てみようじゃないか。さっはめられた。一本だけだと力はかなり弱い。肉眼で見える距離でないとうまく操作できない。幸い温度はそんなに高くない。逃げる方法を考える時間は十分にある。これで終わりだと思うな。ああ、思い切り殺す方が私らしい。さあ、もがくがいい。時間は多くない。最も弱い場所はこの辺りだと思う。焦げる匂い。投降しろ。本当に焦げても知らないぞ。
体力、人間技とは思えない。まさか本当にフウ孫主の嘘だ。それならなおさら孫主に知らせるわけにはいかない。デス・ステッチャー、お前たちの出番だ。彼女を甘く見ていた。忘れてないよ。でも彼が出てこないんだ。ここまで暴れたのにケビンは少しも反応していない。彼の意識は探索できる。鋭く思い、彼のものに間違いない。だけど感情の動きは何もない。そもそも私がここにいることを知らないと思う。暴れるに決まってる。例えばあのジャッカルとやらの首を取るとか。そこまでだ。目的は知らないが、ヨルムンガンドで好き勝手はさせない。科学技術による生物兵器の凄さを見せてやる。何をした？へえ、前に探索した強い意識の正体はこれだったんだ。悪いけど生き物は相手にならない。まだあったら全部出して、急いでるんだ。本能モード切断、 AI 操縦に切り替える。何をした？生き物は相手にならないなら、しばらく死んでてもらっただけだ。私が相手になってやる。どうだ、我々の技術はこの時代よりも20年先を行っている。どうもこうもない。私の知ってる技術よりは5万年遅れてる。殺してやる。いつしゃ捕獲のために用意したものを全部出そう。全部。今日こそ。時間を無駄にする必要はない。孫主。僕ならここにいる。
その手下はどこで見つけたんです？変わった人ですね。彼女は役に立つ。戦闘ではないところで。ああ、いつものあれですね。崩壊に勝つために使えるものは何でも使う、そうでしょ？君は誰だ？私はフォア。あなたの友人です。フアは僕のことを友人とは呼ばない。正直に話すと、オットーに頭を打たれて私は一回死にました。今の私は目覚めたばかりで、まだいろいろなことを分かっていません。あなたのことは覚えています。5万年前、私たちは共に戦っていました。だから、友人だと思いました。君はフアとは違う。ええ、私もそう思います。昔の記憶を思い返すといつも、どうしてそうなるの？と思ってしまいます。多分復活がきっかけで、いろいろなことがはっきりと見えるようになったからでしょう。ケビン、こう考えましょう。私は過去のフアよりもっと良くなったフアです。私のことをよくわかっていますね。ちょうど同じことを考えていました。友か敵か選べ。